ペンネームアクセスさんです。東京都荒川区の方です。ありがとうございます。神谷さん、小野さん、こんばんは。お二人に質問です、うん、最近活躍著しい DG5 ですが、お次にピークが来るのは誰だと思いますか？おい知らんがな誰よでそもそも DG5 って何だったっけって話だよね忘れないでねえ、うん、まあまあこの番組で仮に作ったユニットですけど、ね、そう僕たちのザレ言がね、ユニットになってしまう。まあ今活動休止中ですけれども、はい、はい、永遠にな、はいはい、誰がいるかっていうと、まあ、まあ僕ら2人と中村くんと杉田くんと、はいはい、安元くんこと安本くんのさ、うん、あの5人なんですけれども、うん、次誰が来るんだろうねピーク分かんないけれども聞いてんのまずそもそもピークって。まあ、小野くんはピーク終わったじゃん、すでに。そうですね。うん、リアル下打ちやめて。リアル下打ちやめて。だって、うちの母親が2010年って言ってた。2010年っていうのを信じてます、ね、僕は。まあ、じゃあ2010年に次ピーク来るとして。神谷さんは？え、まあ僕はまあまだもうちょっと先ですよ。ピークなんてものは全然来ないと思ってますから。まあまあピークは人が決めるもんですよ。まあね、まあ、僕自分で決めるもんじゃないし。羨ましいですよ。まあでもみんな、みんなだからピークっちゃピークだろうし。いやでも安元くん来んじゃねえの？ああ、そうですね。もうなんだかナレーションだのさ、ラジオだの引っ張りだこじゃないですか彼は。ユーロとかのナレーションとかね、うん、あのやっぱりそのサッカー関係のナレーションとかやっぱり、まあ、サッカー好きだからね彼はね、多いし、なんかね、本当にね、いいよくテレビからね彼の声は聞こえてきますね、うん、だから安元くんなんじゃねえのって話ですよ。安元くんか、うん、まあでもなんだろう、そのピークってやっぱり我々も乗っていかなきゃいけないわけですよ。うん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 、うん、で今何が流行ってんだって話じゃん。うんうんうん、そう考えると、うん、流行りという意味では安元くんの低音ボイスというよりは、今いろんな場所で活躍している若手、うん、若手ですやっぱり。あ、若手に目をつけましょう。結構でも若手だとハイトーンボイスが多いんじゃねって話だよ。この前ゲストに来てくれた鈴木優斗くんもそうだけれども、うんうんうん、結構なんかハイトーンボイスの人たちが来てんじゃねってことですよ。ということは我々もそれに乗ってかなきゃいけないんだよ。え、別に高くねえのに。え、これ高くねえのに。いやいや、だから新しいところで開拓していこうよってことだよね。モノクロンパーク頑張ってこうぜ。毎回毎回親父臭いと言われてる僕なんですか。ああそうだよ、そう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 、うん、だそういうのをどん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 ハイトーンにしていって、うん、そこに自分も食い込んでいけるよってことをアピールしていかなきゃいけないわけですよ。それが公共の場で、ピーク、そうそうそう、それをピークを迎えるチャンスなわけじゃないですか。本当ですか。ということでこのメールを読んでみたいと思います。俺がハイトーンでえ、俺が振ったのに俺が読む大やけどになるかもな。ピークですね、まぶっちさんからいただきました。あったけ、ヘロシーユラビー、こんばんは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。お二人は夏の今何ですか？です、私はホラー映画や怪談です。そうなんだ、夏になると怖いものを見たり聞いたくなったりします。本当にお二人は怖いものを描きでしょうか？ゲーム好きなヒロシーは怖いゲームは平気ですか？私は小5の時にかまいたちの夜ワンをやって眠れなくなりました。高いとかそういうあれそういう次元じゃなくなってますけど、違う、こういうことじゃないのかな。ハイトーンボイス、こういうことじゃない、それ違うんじゃない、ハイトーンつーか。あれ、じゃあ小野くん仮に読んでみなよ、1行2行でいいから。よし、小野ピー、こんばんは。フルセット、いつも楽しく聞いています。お二人はもういいよ。ただ気持ち悪かったよ。内容は全く伝わらなかったけど、まぶちさんは、まあ、夏といえば何ですかってことですよ。なんかまぶちさん的にはホラー映画や怪談で怖いゲームやりたくなるっていうふうに書いてありましたけれども、うん、小野くんなんかないの？夏といえば、うん、そんなふりちゃう、うんうん、夏といえば真夏のスピード。僕はね、結構夏になると本読みたくなるのね。本屋さんでさ、文庫本のせあれやるじゃない、あのフェアとかさ。やりますね、毎年毎年、うんうん、読んだかっつって。そう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 、だからなんか結構ほら昔のさ名作みたいなのが普段並ばないのに平積みにされたりするじゃない、うん、されてますね。そうするとなんか読みたくなって買うんだよね、うん、毎年毎年。あのそうそう、表紙がね、うん、表紙がちょっと違ってたりするんだよね。ああそうだね、うん、去年それでなんか人間失格がさ、うん、小畑先生が表紙書いてすっげえ売れたんでしょ。そうだ、うん、だったでしょ。デスノートみたいになってた。そう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 、うん、なんかそういうのになんか思わず乗っかりたくなる。
買っちゃうんだ。でなんか坊ちゃんとか毎年買うの。ああ名作ですもんね。そうそうそう赤シャツ赤シャツ俺の知ってる坊ちゃん知識以上終了なの。え違ったっけ赤シャツだよね。赤シャツ合ってますけど、うん、それだけなの。うん。どこを無駄にしてますか。俺の中で柳さん的なイメージなんだよ。イメージ CV は決めてんだ。でも他は出てこない。わかんない。マドンナとか出てこないんだ。マド、うん。マドノさん出てくんの。マドノさんは出てこないよ。本社だろうけど。ああ違う。本社のね。ああ。どこを舞台にしてますか。ええなんだ。え山だよ山。山だよ。違うよ松山だよ。ああじゃあ松山知ってる。松ってそうだよ。出るよそれ赤シャツなと。戻るんだ。で大体なんか毎年買うんだけれども、はい、買ったことに満足しちゃったりするんだよね。まあなるほどね。読まねえんだ。大体読まねえ。読みなよ。まあ読もうかな。まあ今年はなんか読みたい。読書感想文書けばいいですよ。じゃあそうしますけど。書いてください。原稿用紙に。ね。うん、あまあじゃあ買います今年も。あと俺の真夏のスピカーを聞いて、はい、感想文をあの俺ん家にファックスで送ってください。だくれたらな。あげるって。でもあげたらコースターとかにするでしょあなた。コースターね。おい思いつくな。おい参考にするな。大体さ真夏のスピカーさ出んの出ないのどっちのってさなんか出るよ。ちょっと前の話でさ、はい、家事できてないんですよねみたいなこと言ってなかった。あ大変でしたね。かけましたよ。本当にかけた。本当にかけましたか。はい。かけましたか。かけた。へえ。なんだその疑いの目は。あそうですか。かけたじゃん。あ小野さん作詞されるんですよね。しましたよ。しましたか。したっつうの。へえ。まあしたみたいなので多分出るとは思うんですけれども。なんですかそれ。まあね先週のタイトルにもなっていましたけれども、1曲しか入っていない CD がもしかしたら世の中に出回る可能性がね。まあ新しいですよね。それは迎合しちゃうんだお前。あそうなんだ。2トラック目がモノローグとかもよくあるあああるね、うん、ドラマとか入ってるやつね。そう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 。まあだからまあ真夏のスピカがなんか、うん、なんか秋のスピカになってもしょうがないかなって感じはするけれどもね。まさかまさかの発売延期になって延期でもらうこと言うな。ああごめんごめん。真夏のでもスピカは、はい、秋の星座なんだな。あじゃあちょうどいいね。よくねえよ。よくねえよ。夏の歌詞書いたよ。えお楽しみに。あそっか、おけんじゃねえんだ。みんなもこの番組に感想とか送ってくれよな。引き続きあなたからの普通のストーリー略して普通ストと夏真夏のスピカの感想をお待ちしているぜ。あんまり紹介できないけど送ってきてくださいね。